れ様です。はい、おはようございます。ただいまから記者会見を行います。最初に知事から発表があります。それでは知事お願いします。はい、岩手復興新時代ポスターと動画による情報発信ということで、復興の歩みを進める岩手の姿を伝えるポスターを新たに制作いたしました。東日本大震災津波から丸7年が近づく中、震災の記憶を風化させず、改めて復興に対する理解を促し、関心を呼び起こし、そして継続的な支援につなげていこうというものであります。で、新しいポスターはこの3種類になります。1、2、3種類。はい、そうですね、東日本大震災津波に加え、平成28年台風第15号災害の被害を受けた久慈市、その久慈市のこの復活した秋祭りも取り上げられています。これらのポスターは今後市町村関係機関支援団体に配布して活用いただきます。復興関連イベントや県外事務所での掲示も行います。2月から3月にかけては県内外の自治体や団体等で開催される予定の岩手県復興ポスター展で掲示されます。3月11日の前後には都営地下鉄での中吊り広告なども予定しています。ポスターと連動した動画も作成しました。今日1月22日から久慈秋祭りの動画をまず公開します。その後2月盛り小学校の復興教育、3月高田松原を守る会の動画を順次公開いたします。県ホームページの特設サイト、岩手とあなたがつながるページ、そして YouTube の岩手県公式動画チャンネルで見ることができますので、どうぞご覧ください。以上で知事からの発表を終わります。本日の進行は岩手日報社の宮川記者にお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。岩手日報宮川です。よろしくお願いします。それではただいまの発表事項1件について各社から質問があればお願いします。森岡タイムズ大崎です。よろしくお願いします。復興新時代という新しいこうネーミングがついているんですけれども、これに込めた思いみたいなのが知事からお話しいただければと思います。はい、この平成29年度から4月から始まる30年度は、三陸のこのより良い復興、ビルドバックベター、より良い復興を実現するため、復興事業の総仕上げを視野に、復興の先も見据えた地域振興にも取り組みながら復興を推進する機関だということで、そういう機関におけるこの岩手の復興という意味合いで、復興新時代という言葉を使っています。今回はポスターのと動画のテーマとして新時代でしたけど、今のお話だと新年度とかに向けてはこの復興新時代っていうのは一つのキーワードと、県政としては復興に関してこの復興新時代っていうのがテーマになると、そう捉えてよろしいですか？いや、この予算の名前とか年度の名前とかっていうのはまた別です。はい、分かりました。はい、はい、岩手日報の宮川です。はい、狙いのところにもあるわけですけれども、改めて、震災から7年
ていう、まあ、月日が経ってきた中でですね、まあ、こういった秋祭りであるとか復興教育であるとか、今までのその人をフューチャーしてのポストとちょっとこう見た目も変わってきたなと思うんですが、改めてこのその全国に向けて発信する際にですね、どんなこう狙いがあって、どういった効果を期待されるかお願いします。はい、やはり風化防止ということで、この震災から時間が経てば経つほど関心が低下していくということではまずいと思っておりまして、この、まあ、復興の後半戦といいましょうか、この後半復興の後半ならではのこの高い関心とか、また強い思いとか、そういうものをこう形にしていきたいなと。実際こう県外に赴いて復興フォーラムなどをやりますと、こう今だからますます関心持っているとか、今からでもこう何かしたいっていう、そういう思いはこう全国の皆さん持っていらっしゃるので、そういう思いとこう響き合いながら、この新たな動きにこうつながっていくようにというようなこう思いを持っています。それでは発表事項以外について、本日は記者クラブを代表しての感謝質問に用意はありませんので、各社から質問があればお願いします。岩手県事務所の石川です。おはようございます。よろしくお願いします。7月末での事業撤退が発表になったの北上、一関市の北上製紙の関係なんですが、はい、まあ、改めてですね、まあ、知事の所管とですね、まあ、約130人ぐらいの、まあ、離職者が出る可能性があるということで、まあ、地域経済に与える影響もだいぶ大きいと思いますが、まあ、県の対応等があれば教えてください。はい、北上製紙は創業から70年にわたって地域に根ざして事業を継続し、古紙を利用したリサイクル製品の開発と県内への普及も行っていました。循環型地域社会の形成に貢献し、平成19年度にはその分野で環境大臣表彰も受けており、全国的にもその功績が認められていた企業であります。今回のこの工場閉鎖事業撤退の決定というのは残念に思います。県としては従業員の方々やまた取引先など、この地域経済への影響を注意しながら、必要な支援を行っていきたいと考えています。今のところ何かこう具体的な支援というのはあるんでしょうか。そうですね、まあ、まだこの事業閉鎖と事業撤退という情報提供を受けたばかりでもありまして、地域経済の影響についてもこう状況を見守りたいと思いますし、またそうですね、特に従業員の方々約130人ということで、この雇用面について情報収集に努めて必要な支援を行っていきたいと思います。ご了承ありがとうございます。はい、科学新報の松本です。よろしくお願いします。はい、先日ですね、タイガーエア台湾と覚書の締結をされたかと思います。はい、知事の所管について改めてお願いします。はい、まず今年度においてもこの岩手花巻空港として史上最高数のこのチャーター便数をこう実現したところで、まあ、定期便化に向けて、大きな前進だったなとこう思っていたところなんですけれども、この今年の春3月28日からですね、この定期チャーター便をタイガーエア台湾においてこう運航することを決定いただき、
もうこの定期チャーター便の段階ですでに、旅行代理店扱いのチケットのほか、タイガーや台湾にこう直接ネットでこのチケットを購入することがこうできるようになるということで、まあ、かなりもう定期便に近いような形でこう利用できる、それは岩手花巻空港の方から台湾に行く、アウトバウンドについても、もうほとんどこう定期便のような形で直接航空会社からチケットを購入して利用することができるということで、この利便性の向上については大変大きなものがあると嬉しく思っています。そしてタイガーや台湾においては、この定期チャーター便をこの定期便化する認可の申請をしているということで、あとはもう航空当局がその認可をしてくれるのを待ち、定期便化の実現をこの待つばかりということで、今年で岩手花巻空港は開設以来丸54年となるんですけれども、今までなかった今までこうやったことがなかった国際定期便というものが実現するということは大変喜ばしいというふうに思います。ありがとうございます。それと今後の、定期便化に向けて、まあ、待つばかりということですけれども、県側としても今後の課題といいますか方針といったところを教えてください。はい。まあ、空港の体制はもう今すぐにでもこの定期チャーター便、この春から始まる定期チャーター便がこう定期便化したようなものについてはこう受け入れ可能な体制がこうできているんですけれども、こうさらにそうですね、空港としてのこう利便性も高めたいなというふうに思いますし、あとは、利用が高いこう利用をですね、実現することが大事だと思いますので、まず台湾からこう来ていただくのもそうですので、こう台湾側に対する、宣伝というのはしっかりやっていかなきゃならないと思いますし、そしてその観光インバウンド観光のこの受け入れ体制ですね、空港のみならずこの広く観光地としての体制も強化していかなきゃならないと思います。そして、こちら側から台湾に行くアウトバウンドの利用もこうたくさん利用されるように努めていきたいと思います。ありがとうございます。NHK の吉川と申します。はい、それに関連してなんですけど、そのアウトバウンドのですね、その利用の促進について、今後県としてどういうふうに取り組んでいくのか、その具体的なものを挙げていただけたらなと思います。パスポートを取得する際の補助は今もやっていて、でこれ結構台湾側からこう評判がいいんでですね、これがまずこう大事かなというふうに思っています。あとは、やはりこう海外に行く旅行というのはこう早め早めに予定を立てることが多いので、この春からの定期チャーター便に関する情報はこうどんどん、岩手県内やまた花巻空港を利用するであろうところにこう周知していかなきゃなんないと思いますし、そして台湾のいろんな情報も早め早めにこちら側の方にもこう広めていきたいと思います。そのチャーター便と関連してですね、その県内に宿泊する宿泊者数、外国人の宿泊者数がですね、過去最高の去年を上回るペースで推移しているということについてですね、まあ、その、まあ、
外国人が定着、まあ、岩手に行く外国人が定着しつつあるその、まあ、理由というかその背景に見られるものはどういうものだと知事は捉えていますでしょうか。はい、まあ、日本へのこう外国人観光客数が急増したというところは一頃に比べれば円が安くなり、また中国をはじめこうアジアのこの富裕層や中間層がこう育ってきて、日本に旅行できるくらいのこうお金の余裕ができているということがあると思うんですけれども、まあ、最初は東京、大阪はじめこの分かりやすいところへの旅行、それらをこう結ぶいわゆるこうゴールデンルートというようなところに集中していたんだと思うんですけれども、岩手を含む東北地方に関する情報もこうだんだん広まってきて、そしてまた2回目3回目などで次は岩手東北へという人もようやくこう増えてきたということだと思っています。そこについてもそのチャーター便とか花巻空港に出着するチャーター便の数が増えたことも、まあ、それを後押ししているっていうふうに考えて、はい、まあ、そもそもこう東北にインバウンドがこう少なかったのは、まあ、東日本大震災という事情もあるんですけれども、 やはりこう大規模な国際空港、成田、羽田や関空、セントレアのようなものはやっぱりないということが大きく、日本全体のこのインバウンドの数見ていてもやはりこう大規模な国際空港のところにこうあるところに集中するという傾向があって、この海外から直接入ってこれる空港の存在っていうのは非常に大きいなと思っております。その中で岩手花巻空港のこのチャーター便がどんどん増えたっていうことは、岩手の外国人観光客数の増加に大きな貢献をしたと思います。岩手日報宮川です、はい、私も関連してお伺いしたいと思いますが、はい、その台湾でのですね、まあ、張会長とも、まあ、懇談されたと思います、はい、で張会長からはですね、定期便についてその、まあ、早くやりたいというような発言はありましたけれども、就航時期については、まあ、明言されなかったわけですが、まあ、知事その会長と、まあ、懇談する中でですね、その時期に関する手応えというのはどのように感じられたのかというのと、まあ、県としてはそのいつ頃の就航というのを、まあ、望んでいく もしくは求めていくお考えなのか、はい、お聞かせください。この台湾や台湾にから直接チケットを買うことができるっていうような、そういう定期便と同じようなチケットの買い方ができるっていうのはもう3月28日の、定期チャーター便化でもうそこから始まりますので、そういう意味ではもう今からそういう、定期便のようなそのチケットの買い方ができるようになりますよということを広く、知ってもらわなきゃならないということもあって、こう私も急遽こう台湾出張して、協力に関する覚書調印式をやり、そこには岩手丸ごとおもてなし隊にも来てもらって、改めてこの岩手の観光の宣伝もやったというところがあります。そういう意味ではもうこうセールスとかそれにまつわるいろんな体制の強化とか宣伝の強化っていうことはもう先週から始まってるっていうことですよね。で、まあ、定期便化になれば時刻表ですかに乗るとかさらにこう便利にはなるわけですけれども、飛行機の飛び方としてはもう3月28日から新しい時代が始まると言っていいわけですので、
そこはもう頑張ろう頑張ろうっていうそういう勢いで、いるところです。で定期便化という手続きについてはこれはもう行政当局が行うことですので、タイ側や台湾さんは特にこう民間からあまりそこに、口を出すのもなんだということで特にこう時期については言及されないようにしていると思いますし、そういう配慮を岩手県としても大事にしたいと思います。ありがとうございます。その3月28日からですね、いわゆる個人でチケットを買えると、だから利用者から見ればほとんど週2回飛ぶわけで、定期便のような形になるということだと思うんですが、はい、そうするとこれまでチャーター便でやってきた場合にその団体客で日本、岩手に来てたという方が多かったと思うんですが、これからその個人客をいかにその岩手に来てもらうか、また岩手からもいかに行ってもらうかっていうのがこれから大事になってくるのかなと思うわけですが、そこに対する県としての取り組みというのはどうお考えなんでしょうか。はい、この台湾や台湾から直接チケットを買うその価格についてはこの台湾や台湾のこのウェブサイトをまめにこうチェックいただいて、高くなったり安くなったり、変動がありますんでね。で、そういう、こう、安いなと思ったら、もう思い立ったが吉日で、速攻でチケット買って、ひゅっとこう行く。そういう旅行がこう可能になりますので、もう今から3月28日以降のそういうチケットについては、どうぞ皆さんこう時々チェックしてくださいというふうにこう呼びかけたいなと思います。そういう旅行のスタイルが行う人が増えて、報道されたりまた口コミでこう広がったりしていくことが個人客のこう増大にこうつながっていくと思います。あとインバウンドについてはやはり個人客にこうアピールするようなSNS でこう拡散していくようなこの情報の発信ですね、いわゆるこうインスタ映えするようなそういう写真をSNS で拡散するような形でこう発信していくとか、個人観光客向けのこの宣伝に県としても工夫をしていきたいと思います。ありがとうございました。すみません、科目新報の山形です、はい、よろしくお願いします。平昌オリンピックの関係で1点伺いたいのですが、八幡平市出身 の小林潤志郎選手、陵侑選手が兄弟で出場を決まったということで、その特に陵侑選手が県が実施している岩手スーパーキッズの第1期生だったということで、一つオリンピック選手を輩出するというこの事業の大きな目的、成果という面では今回大変意義があることだと思うんですが、まずその所感をお伺いしたいのと、あとせっかく出るからにはいい結果というのが期待されると思うんですが、そのあたりも期待も、含めてお伺いしたいんです。はい、平昌オリンピック・パラリンピックについてはもう複数のこう選手が岩手からこう出られることが決まってたり決まりそうになってたりしているので大変、嬉しく思っています。今まで、夏にせよ冬にせよこうオリンピック・パラリンピックこう一人出られるかどうかぐらいな感じの感覚だったのがもう複数になっていくっていうことで岩手のスポーツの力がこう高まっているなと思います。で、そこにスーパーキッズの事業が大きな役割を果たしたということも嬉しく思います。まさにオリンピック選手をこう育てようっていうことがスーパーキッズのこの夢として掲げられていたので、それがこうして実現するっていうことは一つの成功だと思いますし、スーパーキッズ事業をやってよかったなと、そして、スーパーキッズ、
待ってる人、待ってた人、それぞれまた励みになると思いますし、またスーパーキッズに選ばれなかったけれども、こうスーパーキッズの人たちと切磋琢磨しているこう同年代の若い選手の皆さん、の励みにもなると思います。で、まあ、オリンピック選手に選ばれるにあたって、こうワールドカップなどでの国際的な活躍、すでにこう世界 このトップに立ったり、とそういうトップを狙える実績という、オリンピックのトップを狙える実績が評価されて この選手に選ばれたということなので、本番平昌オリンピックにおいても、そうですね、小林陵侑選手にはこうトップを狙っていただきたいと思いますし、それは小林潤一郎選手についてもそうです。岩田朝日テレビの鶴巻と申します。芥川賞なんですけど、はいはい、若竹さんのオラオラで一人雲が、直木賞でも、岩手県にゆかりのある話の、本が選ばれたってことで、まあ、そういう文化で活躍していることについてちょっと所感をお願いします。はい、これも大変嬉しく思います。まあ、若竹さん、門井さん、それぞれ、本当に素晴らしい作品を書かれて、それが評価されたということで、改めてこのお祝いを申し上げたいと思います。前回の芥川賞作のこの鋭利というものも、東日本大震災津波ということをこう背景にし、また改めてこう岩手のこう自然風土とそこで生活する人たちというのをこう突き詰めて書かれた作品で、今回の若竹さんの作品も直接は描かれてないんですけれども、若竹さんが何かインタビューに答える中で、こう東日本大震災の影響はあったっていう趣旨のこう発言をしているのをこう見た記憶もあり、この東日本大震災の経験っていうことと、あとはもともと岩手のこの方言文化もそうなんですけれども、この岩手の風土というものがこの文学の土壌として大変豊かなものがあり、またその特にこう東日本大震災の経験ということでは、豊かな土壌の中からその精神の高みに上がることができるようなこう作品が生まれる土壌にもなってるんだと思います。門井さんの銀河鉄道の父という作品は、こう、まあ、宮沢賢治さんのことをこうテーマにしているわけですけれども、やはり宮沢賢治世界は、宮沢賢治さんのこう人生も、そしてその作品も、もう組めども尽きぬ豊かさがこうありますので、漫画でもですね、岩手漫画プロジェクトの方でも、この宮沢賢治さんにまつわる漫画作品がどんどん作られているところからも、やはりこう文学の土壌として、素晴らしいものがあるんだなと思います。でそうい こう宮沢賢治さんとその世界のみならず、広くこの豊かで、また高い精神性にもこう至ることができるような、この岩手の文学的土壌というもの、高校生の皆さんやこう若い人たち、地元の岩手の若い人たちもこうどんどん頑張ってくれていますので、改めてこう県民の皆さんに文学に親しんでほしいなと思いますし、またこう全国海外からも注目してほしいなと思います。はい、ありがとうございます。
NHK の吉川です。すみません、はい、関連してなんですけれども、はい、芥川賞と直木賞それぞれについて知事ご自身がですね、ツイッターでそれぞれ発信されているかと思うんですが、その若竹さんの作品についてですね、若い人にも推奨したいっていうふうにおっしゃったのは、こうどういう作品の中のですね、どういうところを捉えてなのかとですね、あと銀河鉄道父に関してはそのスターウォーズと絡めてですね、こうお話しされるお話というか、こう。なんていうんですかね、今大事なテーマだというふうに発信されたかと思うんですが、それぞれ の, その意図するところをちょっと お話し伺えたらなと思います。はい、こう仏教用語でこう生老病死というこの生きる老いる年を取るってことですね、生きる老いる病気になるそして死ぬっていう生老病死という漢字4文字でこう表現するのがこう仏教用語としてあるんですけれども、このオラオラで一人グモっていうのはこのその生老病死についてまあ仏教が言うようにそれはもう苦しみであるっていうことと同時に、それぞれがすごいこう冒険なんだっていうこともこう描かれていて、そこをやっぱ若い人たちにはこう読んでもらいたいですよね。生きることが冒険っていうのはこうまだピンとくるかもしれないけど、老いることもすごい冒険であり、また病になることや死ぬこともまたそれは冒険なんだっていうこと、苦しみでもあるんですけれども冒険でもあるんだっていう、そういうのは自分の経験を振り返っても若いうちに自分ではこう気がつかないことで、やはりそれは年配の人にこう教えてもらわないと分かんないことでもあるんでですね、この作品から若い人たちがこう学べることはものすごく、豊かなものがあると思うのでこう読んでほしいなと思います。で、銀河鉄道の父という、こう父と子の関係がテーマになっているっていうのは、スターウォーズの世界は まさにそういう父と子の関係がテーマになっているんですけれども、こうそうですね、まあ、で人類普遍の古今東西、あるテーマではあるんですが、やっぱり現代においてですね、特にその父になること、父であること、それぞれの難しさは現代っていう時代の一つのこう大事なポイントであると思いますので、そういうところがこう共通してて面白いと思います。先ほども書簡の中で述べられてたかと思うんですが、2期連続でですね、岩手にゆかりのある作品がこうして選ばれてですね、インターネット上でも非常にこの岩手に関心が持たれているかと思うんですけれども、はい、それに関してですね、この再び岩手がこう関心を持たれている、この作品を通じて関心を持たれていることに関してはどのように考えますか。はい、去年道又さんが文学の国岩手っていう本をこう出して、やはり岩手はこう文学の国、文学的な土壌が本当にこう豊かなんだなとこう改めて思います。ぜひ県民の皆さんにはこの岩手の豊かな文学的土壌というものをこう生かして、さまざま活動したり楽しんだり創作したりしてほしいと思いますし、またその文学的土壌の豊かさってことを県外、全国や海外の人たちにもこう注目してほしいと思います。黄金の国岩手のコピーを作った時に、その松尾芭蕉や西行も学びに来たとか言ったんですけど、まあその松尾芭蕉や西行法師の時代から岩手に来ればこうそれぞれが文学的に自分を高めることができる、俳諧の世界を深め、短歌和歌の世界を深めることができる、実はそういう豊かな文学的土壌はそういう大昔からあったことでもありますので、そういうことも含めて、岩手の文学的土壌っていうのをこう皆さんに注目してほしいと思います。
森岡タイムズ大崎です、はい、今日うちで報道したんですけれども、あの県有地の上に立ってて森岡畜産農業協同組合が管理している旧馬券場の建物がですね、年度内に解体されることが決まっています。で、昨日農協の方で総会で、議決されたんですけれども、うちでしばらく去年報道したんですけど、盛岡のレガシーということで歴史的なその遺産ということで紹介した中でも、まあ、馬券場もその一つだと思うんですが、こういった歴史的価値のあるものが、まあ、徐々に消えゆくわけですが、これに関して知事所感いただければと思います。馬券場は私も近くに住んでたことがあって、まあ、小さい頃、まあ、馬券場からそんな離れてないところに達祖商店って炭屋があって、私はそこでこう生まれているわけですけれども、私の親から聞いた話では、その親のさらに親、その私から言うと祖父母、こう馬券場でこの馬のなんかあった時にもうお祭り騒ぎで、そのたんびにこう遊びに行ってたっていうんですよね。でそれでこう占い師までこう出て、でいとこみたいな人が来て、それでなんかむにゃ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 こう占い予言のようなこともしてくれたっていうくらい、非常にこの盛岡市民にとっての大事な場所で大きな存在感のあるところだったっていうのは、こう親や祖父母の代からこう聞かされてますよね。私自身はこう静かになった後のことしかこう知らないんですけれども、だからまあ盛岡市民の皆さん、特にこう近所の皆さんのこう思いというのはこうよくわかるなとも思いますが、ただ達祖商店ももうなくなって駐車場になったりしている昨今であり、まあ、馬券場を含めた盛岡市畜産会館のこう利用ですよね、まあ、そこはやはりこの利用者とか団体とかがまあさまざま考えてこうその判断というのはこう尊重しなきゃならないのかなというふうにも思います。あとですね、同じように畜産協同組合の畜産会館自体も売却の方向で今動いてて、その敷地の中にですね、旧競馬会館の時に設置されていた馬の親子像が置いてまして、その行く先もちょっと今どうなるか定かじゃないんですけども、こういったものもやはり、まあ、馬産地があって、特にあれは畜産というよりは競走馬の方の親子像なんですけども、そういったものもなんか行方どこに行っていいか分からなくて今こう迷ってるってちょっと残念な状況なんですけども、それはいかがでしょうか。文学の国岩手であると同時に馬の国岩手でもありますからね、馬事文化というものは大事にしていかなきゃならないと思います。まあ、馬についてはいろんな関係で、まあ、様々なこう関係の皆さんがこう尽力されたり、いろんなアイデアを出されたりして、まあ、いろんな馬ゆかりのものがこうそれなりに残されたりとか発展したりとかしてますので、まあ、そういった動きの中でですね、こう悪くならないようになればなというふうに思います。ありがとうございます。すみません、あともう一点、同じ八幡界隈でですね、はい、地元の方の提案で八幡宮と盛岡駅を結んで、ラグビーのワールドカップの大会1年前を記念してラグビーボールのパスリレーをやりたいというので実行委員が立ち上がる予定なんですけども、こうした民間からこう湧き上がってきたこの内陸で盛り上げるという動きに対して知事からもコメントいただければ、はい、私もこう非公式にこういろいろこう漏れ聞いていてグッドアイデアだなと思っていました。また盛岡市内で私が通ってた高校も授業でラグビーやってたりとか、そうですね、ラグビー祭とか、
課外、まあ、校内行事でやってたりして、まあ、岩手全体こうラグビーというものについてはそうですね、あのラグビーの国岩手でもあると思うので、こう内陸の皆さんがこうそういう当事者意識をこうバンバン発揮されてイベントも行うというのはあの大変いいことだと思います。その話を聞いたとき私もこう語れるなら語りたいなと思って、こうでパスってこうあの直接手渡しないんですけど、こう 投げられると結構取るのが難しかったりするから練習しなきゃなんないんじゃないかなとか思ったりしてるんですけれども、まあ、そういう、こう自分のこととしてこうラグビーワールドカップ2019をこう意識するのが岩手全体に広まればいいなと思います。ありがとうございました。あのパスといってもあのゆっくり手渡しで老若男女が参加できるようにという趣旨があるようなので大丈夫だと思います。はい、ありがとうございます。以上をもちまして記者会見を終わります。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。